上皇后さまが静養先の群馬県草津町で世界的な音楽家とともにピアノを演奏し、夕方には上皇さまとコンサートを鑑賞されました。上皇后さまは昨日午後、草津町で開かれている国際音楽祭でピアノのレッスンを受けられました。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席フルート奏者シュッツ氏とともにサン・サーンス作曲の白鳥を演奏されました。記者団が感想を尋ねると、とても綺麗なフルートの音で聞き入ってしまいましたと話されました。夕方には上皇様とお二人揃ってシュッツ氏が出演したコンサートを鑑賞し、大きな拍手を送られていました。